ジャン・リュック・ビルムートは、フランス出身の現代美術家、パリ在住、フランスモゼル兼クレウツバルド生まれ、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート卒業。1980年代に、ベネツィア・ビエンナーレやドクメンタ7などの国際展に参加。公共空間や日常での作品制作、作品への介入により変容する環境、人と事物の関係などに焦点を当てた作品を多く、 手掛け、インスタレーション、パフォーマンス、映像など、表現方法も、様々にわたる。日本国内では、1997年に、ビラ球場山でのアーティストインレジデンス、同年に、古典、魅惑のバーを開催する等の活動のほか、東日本大震災後には、宮城県での創作活動等も行っている。シャタラアルト、ラマニュファクチャー D、アーマパラソフィア、 京都国際現代芸術祭2015の展示では、カフェリトルボーイの文字が書かれた黒板と、色とりどりのチョークが置かれ、鑑賞者が自由にメッセージを書き込めた。カフェリトルボーイは、原爆投下で大きな被害を受けた、広島市立袋町小学校西校舎の外壁に、残された被爆者のメッセージから着想された作品である。 その黒く焼け残った壁には、家族や教え子や宛てた伝言が書き連ねられた。ありがとうございます。